はい、わっさー琵琶湖バス釣りガイドニックネームなすびです。よろしくお願いします。12月の5日火曜日、もうなすびガイドやっていきましたのでお話ししていきたいと思います。本日、吉村さん、そして中澤さんに遊びに来ていただきました。吉村さん、いつもありがとうございます。そしてお連れさんの中澤さんを連れてきてくださりありがとうございます。中澤さんは初めましての方で、とてもお優しくて話しやすい、そして、おかっぱりをやり込んでるだけありまして、釣りもとてもうまい、中澤さんでした。で、まあどちらも美容師の方々なんですけど、毎度なすびガイドに吉村さんも来ていただいて、今日は風が弱くて、で朝からまあ一日中ずっとローライトで、朝一はめちゃくちゃ寒いですけど、まあ、日中はまあ10度ぐらいになりますので、気温が、まあ風も弱いし、まあ、そんなに寒くなく、しっかり防寒対策さえすればそんなに、寒くなく釣りが快適にできた一日でした。まあ、なんせ久しぶりの、まあ、昨日もゆうごさんと釣りをさせてもらってて、まあ、風が弱くて釣りはしやすかったんですけど、まあ、改めてこのなすびガイドで出船して、まあ、久しぶりに風が弱い一日となりました。で、まあ、風の強い中なんとかなんとかできるエリアを今まで制限された中でやっていたんですけど、まあ、風が弱いことによって本当に入りたかったスポットに入れますし、まあ、爆風の時よりも釣れるんじゃないかと思い北上していきました。で、朝から、北湖エリアに入りまして、魚がたくさん映るスポット、水深大体、まあ、8メートルから5メートル、4メートル、3メートル、まあ結構いっぱい深いところ、浅いところ行くんですけど、まあ、スメルトヘッドの7分の3オンス、スイムジグですね、にバラップスイマーをつけたりとかした、まあ、シャットテルワームのスイムジグ、そして、昨日ユーゴさん流の、ブルフラット 5.8 インチの、フリーリグ、僕は今2分の1オンスを使ってるんですけど、で、あとはスライドスイマー250、まあ、この3つがまあメインだったんじゃないかな。まあ、あとはサイコロラバーを入れたりとか、まあ、ミドストじゃないミドスト、坂又4インチのジグヘッドを入れたんですけど、まあ、その5つのルアーを今日は使ってきました。でもメインはスラスイ250とブルフラットとスイムジグで、一番がスイムジグが魚が、食わせやすいかなって思っていたので、吉村さんと中澤さんには、スイムジグをやっていただいてたんですけど、で朝から、まあ、巻きまくって魚がたくさん映るんですよね。で結構こう寄ってくるんですけど、U ターンしまくりで、でちょっと前、まあ一昨日が最新でナスビガイドだったんですけど、その時は結構、まあ、食ったりもするし、うん、まあ、結構近くまで突撃してくるし、まあ、水面ぐらいまで出てきたりもするぐらい、まあ、巻きに反応がめちゃくちゃ良かったんですけど、今日は全然、まあ、反応はするけども反応が悪い、そんなスタートで、でまあ本当に、まあ、バンク沿いといいますか、まあ、岸沿いの、まあ、ウィードエリアだったりとか岩場エリアをひたすらもう回っていったんですけど、なかなか反応が得れなくて、ですごい真剣に釣りをしながら、やっぱしかも常に魚も追いかけてくるし、釣れそうだなっていう雰囲気で、ドヨンとしたこのローライト天気で風もなくて、魚がいる、でついてくる、まあ、釣れそうだなと思いながら真剣にやっていくと、なかなか釣れなく、必死で真剣にやっていくと、もう気づけばお昼みたいな感じで、で吉村さん、中澤さんも、もう昼みたいな雰囲気だったんですけど、でそれから、まあ、昼ご飯を食べに、まあ、ちょっと古城カップラーメンを、最近、まあ、古城カップラーメン推奨で、やってるんですけど、まあ、言うたら持ち込みで、でバスボートの中で、まあ、ちょっとひんやりした空気感の中、景色のいい北港のエリアを見ながらカップラーメンをズルズルってすするんですけどね、それが最高なんですけど、まあ、その間に、まあまあ、食べながら、まあ、ちょっとバスがたくさん釣れる小バスエリアもあるんですけど、その小バス様エリアに入りまして、まあ、ウィードエリアなんですけど、まあ、サイコロラバーとミドストをちょんちょんちょんって、やってもらったら結構数はねたくさん釣れました。まあ、まだ12月の、まあ、5日で、でまあ暖冬っていう、まあ、言われてますけど、まあ、普通にしっかりと寒いんで最近まあそんな
ザ冬って感じですけどね。水中の中はまあ秋ですけど、あのまあこう陸上にいる分には結構冬っぽいなっていう感じがするんですけど、そんな冬の中でもうコバス様が釣れるやっぱり琵琶湖のクオリティはすごいですし、まあなんだったらベガバスもやっぱりまだまだ釣れるシーズンですので、でまあカバースキャットの 2.5 インチとかでも、まあ、吉村さんが30センチぐらいのバスを釣られたりとかして、でまあ昼ご飯食べ終えてからもう一回デカバス狙いに行きましょうってなんか伝えて、スイムジグそしてまあブルフラでスラスイをひたすらやっていくんですけど、まず夕方の最後のタイミングで食いそうだなっていうタイミングでスイムジグをやっていたんですけど、魚がちょっと反応が悪くなったので、もしかしたらと思ってサイコロラバーをチョンって投げたかったんですけど、その時ちょうどお二方がサイコロラバーをラインが今切れてる状態で結び替えるのがちょっとまあ、時間が若干かかりそうだったので、その隙に、吉村さんにカバースケット 2.5 インチを投げていただいて、で中澤さんはカバースケット 3.5 インチかで、カバースケット 2.5 インチを使っている吉村さんに、何回かバイトがあって、で、すっぽ抜けたりとかもして、それがね、ちょっと悔しいんですけど、そんな感じで今日は、終わりました。まあ、ストイックに狙って、まあ、いつの間にかタイムアップだったっていうパターンですね。まあ、お二方、吉村さん、中澤さん、ありがとうございました。またちょっとよろしくお願いします。1年間吉村さんもたくさん来ていただいてありがとうございました。また、来年お待ちしております。そして中澤さんもリベンジお待ちしておりますっていうような、1日でした。伝わりましたかね。水温大体12度13度ぐらいで、まあ、安定しておりますし、まあ普通に、まあ今日はちょっと外しちゃったんですけど、まあ普通にまた釣れそうだなって個人的に思うんで、明日出たら明日も明日で釣れそうだなって思いますので、まあ実際ちょっと今日だけ本当に外したのが悔しかったんですけど、まあちょっと対策をしっかり考えて明日また修正していこうかなと思っております。まあ行って隣でサイコロラバーのダウンショットで、まあ、釣られてる方もおられたんですけど、ナスビティはちょっと今日は巻いた方が釣れるんじゃないかなっていう思いで、ほとんどスメルトヘッド巻いて、で様子でその間に僕がブルフラスラ水を使っていたんですけど、今日はちょっと不発となりました。はい、ということで、1月じゃない、もう頭が回ってない12月の、5日の火曜日のお話でした。ナスビガイドは下の概要欄から募集しておりますので、下の概要欄からチェックよろしくお願いします。12月少しだけ募集しておりまして、まあ、下の概要欄を見ていただけたら嬉しいんですけど、12月直近だったら12月の9日の土曜日が今空いておりますので、12月9日もともとご予約他のゲストさんからいただいてたんですけど、ちょっとキャンセルになりまして、今現在空いておりますので、土曜日もし僕と遊んでくださる方がいれば遊びに来ていただけたら嬉しいです。1月以降も少し空いておりますので、少しというかまあ普通に空いておりますので、まあ、下の概要欄からよろしくお願いします。というわけで、皆様最後まで聞いていただきありがとうございました。おっす。